いらっしゃいませ。ようこそ稲賀亭おそば定食へ。はじめまして、私は、島稲賀と申しまして、主に撮影会モデルなどをしているものです。この子は相棒のおそばちゃんと申します。よいしょ。6ヶ月のとても元気な男の子です。猫種はエキゾチックロングヘアという猫種でして、今回私が YouTube を開設した理由の一つに、このエキゾチックロングヘアという猫ちゃんの、猫種の、愛らしさを全世界に発信したいなという思いがあり、 YouTube を開設しました。今絶賛かじられてますあの動画の準備をしている最中からだんだん不機嫌になっており、あまり今ご機嫌ではございません。ですがいつもは温厚で優しい男の子です。で、エキゾチックロングヘアの特徴として、常に涙が出ちゃうっていう習性があるんですけども、それは痛いとかじゃなくて、お鼻が潰れちゃってるので涙腺が歪んじゃってる影響で常に涙が出ちゃってるらしいんですね。なんで、涙がたまに動画とかで出ちゃう時もありますが、それは虐待とかではないので、いて虐待とかではないので生優しい目で見てってください。また、私個人としての YouTube チャンネルとしての活用も考えてまして、主にメンタスコーラとか、バカなことをやっていきたいと、 YouTube 定番のバカなことをやっていきたいなと思っております。焼きそばとか釘とか、なんかマック全種食べてみたとか、そういう YouTube 的なことをやってみたいなって思ってます。はいネタ的な要素を取り入れつつやっていきたいと思っております。なのでおそばともどもこれからよろしくお願いいたします。まだ週何ペースで配信するとかそういうのは全然決まってないんですけれども、見ていただけたらなと思います。では初回はこんぐらいですかねこれからよろしくお願いします。ではご来店ありがとうございました。